はい、どうも、ショイティミです。はい、愛犬です。はい、飯塚くんですね。愛犬です。はい、お願いします。はい、大分の野球 YouTuber アナゴ TV さんの野球イベントに来ております。その主催者をお呼びしましょう。お願いします。皆さん、こんにちは。大分県の野球 YouTuber アナゴです。どうも、こんにちは。お願いします。お願いします。はい、もう行っちゃいたかったんですよ。本当ですか。もう本当に会いたくて。なんか言われてますけど、今日なんか、はい、来なくていいから、はい、今日あの年末のイベントってことで、はい、ちょっと急遽参加させてもらうんですけども、はいはい、今日は何をされるんですか。今日はですね、はい、まあ、2019年野球納めをしようということで、まあ、あの全国各地から集まっていただいて、まあ、みんなで楽しく野球をしようという会です。あ、素晴らしいですね。はい、はい、想定何人ぐらい。今日35人来ていただいて。35人。はい、素晴らしい。一番、西の方は長崎県から。マジでマジで。わざわざですか。一緒に来たんですか。一緒じゃないんですけど。じゃないですね。あの東京じゃなくて向こうで会った方が早いやんっていう話だったんですそうなんですね。で、あとは北からは仙台から来られてます。あー、素晴らしいですね。はい、幅広く。はい、僕も昨日あの翔平 TV やったんですけども、はい、結構近めのあの女子プロ の選手と、あとも芸人さんも呼んだんで。あ、そうですね。ファンの方々も集まったり、野球やってる人とか。逆にすごいっすね。幅広く野球人以外も来てました。なんか翔平さんですね、やっぱり。何がすごい。何がすごい。なんか翔平君やなと思って。怖い。YouTube でしか見たことなかったから、今日初めて会ったんですね。そうですね。はい。そうですね。ありがとうございます。思ったよりそんななんか大きな。大きいイメージがあったんで。あ、そうですか。態度がでかいからですね。態度がでかいんで。いや、飯塚さんも正直大きいと思います、ね。意外とちっちゃかった。そうだ、一面ちっちゃ。足もね、ちょっとあの、ショートな感じ。はい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 。足、足、なんか。あんまり変わらんから偉そうなこと俺も言えんけど。いや、そうっす。これ？こんな、まあ、短いっすよ。私と60でしたっけ。私と60しかないんだ。大概やばい。はい、そんな感じで、はい、今日はあのね、1日ちょっとよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。今日僕なんか出番あります。投げてください。投げます。僕勝負したいです。あ、本当ですか。翔平 TV のスライダーを打ちたいです。はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。